日の出町のスクランブル交差点の前の2階で床屋を経営しています。私の箱の中身は気持ちのいいヒゲ剃り用ブラシです。ここ日の出スタジオで洋服を制作しています。ガラス張りのスタジオから毎日街を眺めながら作業をしています。箱の中は洋服を作る道具です。ここ日の出スタジオで洋服を制作しています。ガラス張りのスタジオから毎日街を眺めながら作業をしています。箱の中は洋服を作る道具です。砂の目は茶室でお茶を教えております。
て階段広場を作りました。桜が見えるところに住んでいます。11、2階へ。